ケプラー452とは地球から見て白鳥座の方向に約1400光年離れた位置にある太陽に非常によく似た G 型主系列星である。2015年7月23日に NASA はケプラー宇宙望遠鏡の観測によってこれまでで最も地球に似ているとされている太陽系外惑星系ヘプラー452ビットの発見を公表した。 ケプラー452は太陽の1.01倍の質量と1.17倍の半径を持つ太陽に非常によく似ているスペクトル型が G2 型の G 型主系列性である。表面温度は太陽よりやや高い。また金属量が太陽より21%多い。年齢は60億年と太陽より約15億年先に誕生した構成だと考えられている。 ケプラー452のハビタブルゾーンは 0.828AU から 1.95AU の間だと考えられている。工述する惑星ケプラー452ビットはこのハビタブルゾーンのやや内側に寄った軌道を好転している。2015年7月、ケプラー452の周りをケプラー452ビットという太陽系外惑星が好転していることが発表された。 NASA は、ケプラー宇宙望遠鏡が発見した中で、最も地球に似ているかもしれないと発表した。ケプラー452ビットは、あらゆる報道で地球のいとこやアース2.0などと、称されている。ありがとうございます。